6月23日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて483円と34銭安、3万2781円54銭でした。トピックスは 31.77 ポイント安の 2264.73 でした。日経平均株価続落、トピックスもマイナスという1日でした。プライム全体の 79%、8割近い1456銘柄が下落しました。上昇したのは全体の 17%、 325銘柄ということで、下落銘柄数が8割、上昇銘柄数が2割弱ということで、下落の方が多く、指数も大幅安という1日でありました。今日の日経平均株価の高値が3万と3533円、安値が3万と2575円ということで、この日経平均の高値と安値の幅ですね、こちらが957円ということで、値幅としては今年最大の振れ幅となっています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均高値と安値が1000円近く開くという今年で最大の1日の日中値幅となりました。結果としては陰線を引いて、昨日のところに比べますと483円売られています。直近の持ち合いというのをやや崩した格好です。ただ大きな流れで見てみますと、なかなか押し目がない中で一旦押し目を作って買いどころという向きも見られますが、今日1日の動きとしては 1.4% の下落でありました。これまでの上昇を牽引してきたような銘柄群が、ほぼ今日はお休みという形になっています。まずは総合商社でありますが、8001伊藤忠ですね。日経平均株価と同じようなチャート形状となっていますけども、今日は昨日買われたところを打ち消すような陰線、233円安 3.9% の下落でした。商社株はほぼほぼ軟調でありました。また半導体銘柄のところでありますが、昨日下げた分なんとか踏みとどまったというのが8035東京エレクトロンです。155円高 0.7% の上昇でした。今日の東京市場、日経平均株価が続落であります。もともとこのところの急ピッチな値上げと、株価切り上げというところもあって、高値警戒感が強い中で、週末要因もあったのかもしれません。日経平均株価は下落していまして、今日1日で申し上げると高値と安値の差ですね、高安の値幅957円、今年最大の値幅となっています。なかなかボラタイルな週末でありました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。